おはようございます。ディレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。いやー、暑いって言って皆さんこの実況見てるのはいつかな。なんかね、死ぬほど暑い。今まあ冷房入れてるんですけどね。はい。めちゃくちゃ暑いじゃないですか。外出たらもうびっくりするな。なんかこの前までね、なんかめちゃくちゃ雨降ってたんですよ。で、晴れたらこの暑さだからね。いやー。で、夏といえばアイスなんですよ。僕、クーリッシュが好きなのは皆さんご存知だと思うんですよ。なんか、クーリッシュってすごい言い方しましたけど、はい。スーパーカップとかも好きなんです。はい。そうとかね。この前ね、いつも行ってるスーパーに行ったんですけど、なぜかね、スーパーカップとそうのね、バニラ味がないんです。やっぱみんなバニラ好きか。僕もだ。動画的な久しぶりのね、主人公となります。はい、今回賢者ですね。もういきなりなんか賢さ、エルレッコとなりましたけど。はい、322という賢さでいざ降り立ちます。行きましょう、賢者。ジゴフラッシュ。お供はですね、エビルプリストと敵魔人。まあなんかどっちもなんか、ちょっと顔色悪いぞ、お前ら二人とも。大丈夫か本当にね、久しぶり。賢者っていうのも本当に久しぶりなんじゃないかなと。勇者とかのパーティーはよくあるけどね。今回はね、賢者でマジックダブルスキャンを施した光の杖。まあよくね、動画には出てるんですけど、まあ、ピックアップするのは結構久しぶりなんじゃないかなと。いうことでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、何がしたいのかって言いますと、エビルプリンストにはね、賢者と相性が良く、青技の魔力アップっていうのがあるんですよ。これは魔力上昇と同じで、OK! ナイスー魔力上昇と同じ効果。つまりですよ。まあ、単純計算の話ですよ、これって。言ってしまえばね。賢者っていうのは、もう爆発力がすごいんですよね、やっぱり。はい、アイアスロー行って！しかもみんな結構強いしね、火力も。正直言うと、今回は皆さん大好き、火力構成です。僕も大好き。ね、鉄球魔人もね、人型で上がった力をね、最大限活かせる。おー、いいね。よくカードしていくね。自覚あるよ。行きましょう！必殺！ジガフラッシュはい、わー強っ賢さ300からね、放たれるね、ジゴフラッシュが弱いわけないんですよ。そしてこちら、魔力アップいきます。魔力上がります。いくぜ、魔力上がる瞬間を見せてやる。さあ、この状態で、まあ、ジゴフラッシュ打ったら、弱いわけがないじゃないですか。言ってしまえばね、はい。そうや、そういうことです。はあ、あー、マヌーサだったか。さらにちょっと遊んじゃおうかな。はい。それで自己フラッシュ引けるかどうかは知らんけど。ね。魔力アップ状態からスーパーハイテンションしたらもうバカみたいなダメージしますからね。一応。行くぜー。ただ、選ぶかどうかはわかんないよ。さあ、魔力アップから見せてやれ。もういきなりこの動画終わるんじゃねえかな。お、来ました、メラミ。やばいことなんぞ、それ。それ、偉いことなんじゃねえか。行きます。受けてみよう。せーい、うわーって624でよかった。さあ、お、来たお前たちに命令する。死ねーすげーねんじゃん。死ねー、なんかめちゃくちゃ出た。200出てるぞ。マリックアップから、まあでもどっちかっていうとそこまでする必要ないね。さすがにちょっとそこまでは必要ないね。過剰だったね。さあ、必殺ラストはこいつが綺麗に決めて。はい、もう一丁よいしょーって。超絶火力構成だな。これは気持ちいいぞ。光属性の呪文の何が強いかって、まあ、今回は刺さってないですけど。今回刺さってねえわ。刺さる相手が非常に弱いですよ。光属性に耐性持ってるようなやつってあんまいないんですよ。はい。でね、憎きナイトリッチ、そしてデンタザウスも光属性の呪文が弱点ということでね、打点を取れるということでかなりね、注目されているユニットではありました。まあ、結局それは結構難しい話になるんだけどね。はい、メラミン、ステイ！いいねー。もう相性に無駄がないからね。あ、おめえらも無駄がねえな。ストライクアローか。さあ、なんかシャイニングボーか。そうそうそう。君たちも無駄がないな。うん。さあ、シャイニングアローがどれぐらい食らうか、みんな。でも、光どうです？おー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 、あ、そうか、光だからか。なんか、ボミを裂いてんだけど。相性に無駄がないんですよね。賢者で上がっ、賢者チームと無縁な鉄球魔人も人型チームのおかげでね、力 10% 上がってるのもでかいし、
で、自己フラッシュはね、山ダンジョンチーム、賢者、相性っていうのもあるから、かなり上がってると思う。自己フラッシュめっちゃ出るもん。メタルハンターですよ、107行くっていうのはね、相当ですよ、これって。メタルハンター107はもう相当なんですって。じゃあ、ここで仕留めちゃいましょうかね。そろそろ。みんなつまう剣でガリッと削って、適当になと持っていくだけよ。うわぁ。えげつないことになっとんな。リリパッドだけちょっとだけ浮いてるけどね。まあ、シャイニングアローを放つために必要不可欠と呼ぶべきでしょう。匂い！よし！主人公を賢者で光ヌードレスとかにしている理由はただ一つなんですよ。こうやって狙われるからですね。はい。狙われるようにしてるんですね、というか。というか狙われるようにしてるんです。はい。エビルプリストとかは、まあ、打撃耐性はあるっちゃあるんだけど、回避率がないから、結局ガリガリ削られちゃうんですよ。じゃあ、避けたりガードする。賢者に焼かす方がいくねってことで光ドレスにしてあります。まあ、その結果、身の守りは30なんですけどね。食らったら終わりよ。あれ？ちょっと待って。これは嫌な予感が今しますよ、僕。あれ？どうしたの？ちょっとやめとけって。やめとけって。姫はどこだじゃないんだよ。ねえ。というわけで、姫はどこだと言われたんで、ちょっと姫出しときまーす。まあ、正確に言うと来るのはこいつなんですけどね。来るのはララトームの勇者ですよ。というわけで、レオコンさん、ちょっと、さようならってなんでだよなんでおめえが出てきてんだよでもちょっと大魔王はね、いけるかどうか怪しいんだよな。相手によっては、自己フラッシュが効かない魔王いるからな。まあ、異端児なんだけど。というわけでね、魔王を呼び寄せることにしました。さあ、そのね、魔王に自己フラッシュたちが通用する、しない魔王もいるけど、今回はですね、通用するやつを呼んでおります。まあ、1戦目は読めなかったけど、まさかのピサロお前かい。え、中指立てとるな、こいつ腹立つぞ。さあ、ピサロとの対決なんですけど、ピサロに関してはさすがに、賢さ的には大丈夫ですね。敵の賢さが高かったり、呪文にそのものに耐性を持ってる大魔王厳しいです。言ってしまえば、光属性の呪文の耐性を持ってる大魔王にエルギオスやね、新、赤目のエルギオスとか、ラプソンがいるんですけど、そのあたり、めっちゃ出るんだけど、そのあたりは厳しいですね。はい。ピサロが550億のってのはもうね、もうなんかもうピサロかわいそうになってきたわ。あ、待って、これやばい！よっしゃーん！食らってたらちょっとやばかったな、それは。うん。あとはゾーマとかね、ベラボーリコシコさんとか、ゾーマやシドウとかもさすがにちょっと相性悪いですね。はい。まあ、モンスターの賢さはね、160。エビルプリストが一番トップですけど、まあ結構過去にも紹介したエビルプリストね、今回補佐として立ち回ってはいますけど、まあそれでもモンスターの賢さ的にはね、そんな高くはなんないから、まあ、主人公が一番賢さ高くなるのは間違いないけどね。で、自己フラッシュが強いんだよね、そもそも。光呪文っていうのは、自己フラッシュしかないです。あとは合体技で、まあ光呪文が出るんですけど、光属性が入るということはあるんですけど、メヒャドとか、あとは合体技で出るっていうのはあるんですけど、それでも光単呪文っていうのは本当に貴重なんですよ。で、使い手も貴重です。はい。第3の技で解禁される連中とか、もともとなんか中途半端な連中とかばっかです。自己フラッシュ使うやつにはね、ろくな連中がいません。ろくな連中がいないって言ったら失礼やけど。一番いいのさ、もうデスゴーじゃないのっていうレベル。いやーもうガリガリ削っていく。これなんだったらもうさ、とどめの一撃なしで勝てるつつもあるね。火力高いから。自己フラッシュがあまりにも強すぎてさ、なんか、とどめる一撃しなくても勝てるんじゃないかって思っちゃうもん。まあ、とりあえずつばずらしときますね。はい。一旦ピサロ止めます。さすがに。さあ、久しぶりの収録。久しぶりの主人公。久しぶりのつばずれ。さあ、30層が刀になりました。いきます。おわっおわっおわっビーバーフなんで自分が驚いてんだよ。なんでおめえが驚いて、なんで俺が一番驚いてんの。あっんでなんかピサロズルしてない。こっちマックスだべ。それともあのマックスは幻だったのか。そうだよ、こうあらなきゃダメなんだよ。というわけで呼んだのはですね、はい、ガーディス。
なんか強さの指標としてガーディス越えはわりかしね、いい指標になるんじゃないですか。ガーディスはね、敵に回すとね、かなり強いんですよ。火力とか、状態異常もしてくるしね。ガイストラッシュの状態異常。デッドリクロの効果力。はい。モーシャン投げとかもある。自分で使うとクソ雑魚です、マジで。マジンコクソ雑魚です。ミジンコです。あ、ジゴルジュめっちゃ出るじゃん。410年の。打点はもう気にしなくていいレベルですね。問題は状態異常止まったり、ガイストラッシュ、鍵詰めなのでね、押し切られることか。いや、嘆きやばいね。怖いね。あー、まあ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 。お、いいね。止まってないのはでかいよ。ね、ここのターンをね、低ダメージの方で抑えるのはでかいっすね。まあ、3ターン目につばぜり合い仕掛けるのはね、確定にはなるんですけど、よいしょ！いやー、いいね。ガーディスはダメージ与えづらい孫だからね。エスター構図じゃないけど、打撃耐性あるし。だから、鉄球魔人が、あー、いや、鉄球魔人も頑張ってる、頑張ってる。めっちゃ頑張ってるわ、鉄球魔人、お前。鉄球魔人もね、迫真の頑張りをしております。いいね。二ターン目はね、イテハとかで遊んでほしいな。遊んでくれない、ドルモーは。イテハをしろよ、そこ。いやー、そこ高火力で振ってくる。ドルモーはどうなんだろう。賢者は大丈夫だけど、鉄球魔人が吹き飛ぶのは間違いないからね。賢者はある程度大丈夫でしょ。あー、ひでえの、これ。400くらってる。で、魔力の弾の速度もガーディス早いんでね。で、最悪のパターン引くと、凍結カードを一回も引かないみたいなのがあるからな。さあ、次のターン、つばせらします。さっきの2秒が取れれば、で、ちゃんとした連打ができれば勝ちです。できなかった場合ね、エンドロール流します。なんでだよ。その不甲斐なさやめてよ。今回、ジゴフラッシュの火力見せたいだけだからさ。許してちょうだい。無理だって。加速は勝てよって話ですよね。よし、行こう。ダメージは全然足りてるわ。耐久がちょっと足りないかなっていう不安があるね。それだと。行きまーす。2秒で。さっきの2秒ができる。おお、いいね、いける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 、ちゃんと集中集中、1個集中、1個集中、いきます。いける、これは勝った。なんでだよ。終了。なんで勝てなかった。だからさ、なんで最大で、なんかさ、なんで最大とか上のゲージで止めたら負けてんの。連打もちゃんとしたべ、今回。どうしてなの。大魔王にももちろんなんか強さあるんだよね、つばぜり合いの。それを全部強いので引いたってことってこと。平均できてくれよ、そこ。勝たせてくれよ。面白かったからいいや。